皆さんは環境問題についてどれぐらい興味関心がありますか？環境問題といっても地球温暖化をはじめ、プラスチックごみによる海洋汚染、食品ロスの大量発生、外来種が及ぼす生物多様性への影響などたくさんの問題があり、実は私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。この番組では私たちの暮らしの中で環境問題によって生じている身近な影響を取り上げ、私たちが今すぐにでも取り組むことができる対策や取り組み事例などをご紹介します。過ぎた今年はお子さんと出かけたり外で遊んだりする機会が増えていると思いますが、地球温暖化は子育てにも影響を及ぼしています。あまりにも気温が高いと熱中症のリスクが高まり、子どもたちが大好きな外遊びができなくなります。子どもも親もストレスがたまるだけでなく、長期的には子どもの体力、運動能力の低下が懸念されます。また気候変動による感染症リスクや外来種による被害も高まると言われています。そこで今回は子育てをテーマに、日常における注意点や子育て世代でも気軽にできる取り組みをご紹介します。愛媛県立中央病院小児医療センターの山本センター長に熱中症や感染症の注意点についてお聞きしました。小児はですね、体温調整とか水分バランスの調整が非常に未熟ですので、熱中症非常になりやすいです。子どもたちっていうのは外で遊ぶのが非常に楽しみですから、大人がですね、一定の時間になりましたら涼しいところで休ませてあげるということと、水分とか塩分を取らせてあげることをしてあげてください。また日本脳炎などの感染症を運んでくる蚊は通常夏に活発化しますが、温暖化により秋まで元気に活動するケースが増えています。蚊の繁殖しやすいところとしましては、水たまり場とかですね、そういったようなところを行くときに限っては長袖長ズボンがよろしいのかなと思います。必要ならば虫除けスプレーなどを利用されたらいいかと思います。蚊以外にも注意が必要なものに外来種があります。生態系を破壊するだけでなく人的被害も出るセアカゴケグモなどの特定外来生物が愛媛県でも発見され、生息しやすい環境になってきています。熱中症や感染症以外にも注意することはありますか？食中毒ですね。暑くなって多湿になってきますと細菌も増殖しやすい傾向がありますから、気をつけるということも大事かなというふうに思います。次に松山市の高木保育園で子育ての注意点をお聞きしました。こちらでは松山市の地域子育て支援センターも運営しています。夏は年々暑くなってきてまして、長時間の外遊びもできにくくなっています。外遊びができなくてもリズム遊びとか手遊び、そしておもちゃ遊びなど屋内でできることはたくさんあると思います。大切なのは子どもも保護者もストレスを抱えないことだと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。クールビズ、ウォームビズの実践やエアコンの適正な温度設定のほか、こまめな消灯などによる節電はご家庭でも簡単に実践できる地球温暖化対策です。またベビーカーやチャイルドシート、子供服などのリユースはゴミを減らすための大事な取り組みです。できることから始めてみましょう。愛媛県では小中学生向けの環境教育教材、愛媛の環境を制作し、県公式 YouTube チャンネルで公開しています。また南海放送アプリでは環境問題に関するアンケート、プレゼント企画を実施していますので、ぜひアクセスしてみてください。